どうもおはようからこんばんは、とのでっこざる。信長の野望新生パワーアップキット今川編、続きをやっていきましょう。さてさて、まあ、こうしてマップを見ると我々と、まあ、交戦状態にあると言いますか、赤いの2勢力いますよね。三好さんに関しては、ここの新宮城の鈴木さんが領地を軍をちょっと取り返そうとして出陣しているんで、三好とは現在交戦しているわけではありません。で、見てみると動いているな。置こうとしたのは三好なのか、長宗壁が落ちて、あ、でも島津は下がっていくな。島津が倒したのを漁夫乗りで取ったっていう感じがしますね。天子に関しては動きはないものの、柚木取っているんですよ。中国地方だけでとどまることを知らず、ここまでちょっかいを出して、まあそこは前回もこの辺までは言っていたか。兵力はどうだろう。島津20万。ああ、天子は24万。ここは両家はいずれ、まあ戦闘を開始するでしょうね。もしくはこの三好さん、14万ぐらいか。天子の抑えとしてはちょっと心もとないかな。島津と接していることにもなっていますし、ここら辺の三すくみか西日本ので、それぞれの勢力にこう従属している。お、三好に心従とか。あ、ここは分かれているんだ。三好と天子、九州の方のこの辺は全部島津だから、島津は九州プラスアルファを取っていて、東の方だってこの北の三家は伊達に従属してて、欧州を統一した伊達家は関東進出を繰り返して、我々も太田城を取ろうと兵力を送り込んでおります。それプラス、あー、頑張って進軍しているんですね。絶対たどり着けないよもう本拠地さ、大名って、他の大名って移さないですよね、落ちない限りは。拠点移動した方がいいと思うよ。もしくは何らかの政策とかで腰病路を増やした方が絶対にいいと思うんですよある程度限界はあるんですよね。で、太田城では我々が援軍を差し向けております。で、もう一つ敵対しているのが武田。ついに武田に攻め込みます。関口さんがね、もうずっと長尾やら武田から調略を受けまくってて、もうストレスマックスだと思うんですよ。どっちがいいんだろう瀬名を逃がすために逃がした罪で捕らえられて、夫婦ともども処刑されるのか、それとも毎月のように武田とか長尾からちょっかいかけられるの、どっちがストレス溜まるんでしょうね。まあ、そんなあなたのストレスを緩和するために一つね、手を打とうと思います。表情、人事の縁組、側室とかもあるからな性質はそうだな。じゃあ史実通りいきますか。今川氏真くん、我が息子はどこにいる？いた、あい、いないな。あれ、おかしな、婚姻とかできないんですか、我が息子息子と瀬名を婚姻させてあげようかなって思っていたのに、名前順で見て吉本さんになるんですよね。え、性質おかしいなじゃあ直虎ちゃんと結婚しちゃおうかな。まだ44歳。では、直虎ちゃん、我が妻に。結構下手に出ますね。あなたも大勢力の主で、かなり位も高くなっているというのに、よろしく頼みます。いやいやいや、及ばずとか、そんなことない、そんなことない。じゃあ、性質ダメなのか、吉本。まあ、じゃあ、とりあえず、元康と、じゃあ、瀬名。あ、同い年なんですね。これで関口も安心するでしょう。瀬名ちゃん嫌かな、その顔。ちょっとリアクション的に、え、なんでみたいな顔しているか。私と、元康が結婚するみたいになっているが違うよね。じゃあ、増春院ちゃん、ちょっと、氏康、私の側室にしましょうか。
あら、早川殿と結婚。いや、しょうがない。氏真がダメだったから、しょうがないですよね。ということで、関口もちょっとメンタル回復したところで、じゃあ武田攻めますか。もう全然動かないし、もう62年で、寿命的にあと11年だから、もうちょいね、今のうちに信玄を使いたいなというので、ね、信虎だっているし、相手はあの憎き武田信玄かとか言っていたから、じゃあ、親子対決をやるために、舞台を送り込んで野戦ができます。本拠地桜ぼらなんですよ。しかも信玄は出ていないと。城攻めできたらいいですね。じゃあ合戦いきましょう。相手は秋山信友。舞台数はこちらが上で兵力も倍以上。さてこれだけの軍隊にどういう戦をする武田信玄。信玄自身が出ないのはちょっと残念だな。ん？おぶさんがいる。こっちのメンバーは、まあ我が家臣としては岡部元信、他はね、朝倉義景に、今川氏真、ね、上杉憲政、んで、上杉友貞っていう、なんとも言えない。いや、北陸に置いていたけれども、使わないまんまでしばらく置いていた、まあ、元大名の方々をちょっと使ってみようかなと。相手は国衆が多いんですよ。エマちゃんもいる。おぶさんに、室賀か。んで、高坂正信か。これが一番いる。まあ、まずは先方としては、あんま使っていない武将たちを前に出しましょう。あとは父上。じゃあこんな感じで回戦。あとは竹浜もいますよ。我が戦存分にご老中。さあどんな感じに進む。一番槍は父上か。ここら辺はちょっと舞台がな。進路変更でしょうか。竹浜ちょっとカバーにつけよう。進むぞ。氏真はこう進んでいって、ご命令、岡部はこう。山形さんことおぶさんがここを取ろうとするから、そこを挟み撃にしよう。いかがしましょう。でこちらはあ、コブがあるね。いざ進め。しかも高台になっている。これは吉影行ってもらおう。あまり動き回るの嫌でしょ。高台から撃つのはあんたは好きだと思うから、ちょっと任せよう。吉本さんはね、いかがしたものやら。あ、まあ、この辺進軍を始める。ちょっと守り気味の布陣かな。皆の者、国衆が早々と撤退。我が先方、今こそ受けるがいい。さあどう動く。敵の赤備えが恐ろしさ。敵部隊能力低下。語り継げ。一番槍が上杉乗りまさ。あ、じゃあ武田信虎の方は触れる前にこの部隊撤退したってこと。兵力が少なすぎるのか。ではちょっと乗りまさでは大変そうだし、もう体力すごい低下しているからな。カバーに入ってあげましょう。今こそ好機です。敵を蹴散らさん。友貞も前進か。範政はもういっぱいいっぱいだ。敵を打ち払います。あとは叩くだけよっていうがね、あんたもう疲弊しているしさ。いかがしたものやら。あ、吉影がそっち行った。あ、じゃあしょうがないから吉本で秋山隊を潰すか。高台取られるぞ。射撃食らうから交代しよう。制圧させられた。制圧してしまったし、こっちは高坂の部隊。そこは竹藩を向けよう。敵を攻めます。ご命令を下され。で軒口の方にはエマちゃんがいる。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。さあ吉影下がれ下がれ。
国衆はそのまま前進。領賞を取るぞ。武田の赤備えが恐ろしさ、末代まで語り継げ。まあ、多分上杉則政はビビり散らしてるでしょうね。コブを使う。じゃあちょっと引かせますか。10年前服今孔明が咲く、どこまで見抜けますか。兵が乱れておる。我が先方高坂さんの部隊すごい減っていきますね。1万いたのがもう6000。よし、あらあら、いいとこなしですね。乗りまさやりましたぞ。さあ、あとはどうする。お、移動して追撃しているのか。安全の敵を撃ち払わん。え、そんな短いスパンでコブ使えるのか。では援護に向かいますか。吉本さん、長島城から出ていても元の兵力が7000ちょいぐらいなんですよ。要所を狙うぞ。続け。うわー、取り逃したか。氏真はまだ戦法使えないから機動力は上がらない。まあ、ちょっとこの辺の中洲っぽいところで休憩するか。このまま押し切れましょう。いざ、我が部をこの戦場に示さん。お、逃げ団長、混乱不要。でも逃げられない。今こそ好機です。いや、竹藩混乱しているんですよ。強がりかな。結果混乱しているから何もできない。両者とも膠着。嬉しきことよ。今よ、我が先方を見せてやるぞ。潰した方がいいか。敵の退路を封じるぞ。竹山さん、逃げようとしているところを、ああ、いいところを見せようと乗ります。サンドイッチ。では吉影行きましょう。吉影と乗りまさでサンドイッチしてもなんか勝てるビジョンが見えないんだよな。いかがしたものか。素晴らしい。敵を打ち破ったぞ。それ敵将を打ち取ったぞ。お、高坂正信打ち取ったり。大阪さん、私信長の野望の申請やっててほぼ使ったことないかな。雨子編、前回の雨子編もなぜか見当たらなかったんですよ。他はね、山形さんかなり長生きだったりっていうのは記憶には残っていれどな。前回か、島左近もね、討ち死にしてしまいまして、いやー、なんか申し訳ないから、次回というか次のシーズンは島左近主人公として、まあある意味筒池プレイしてみたいかな。よしよし、じゃあ桜ぼら行きましょう。城を奪うぞ。城を奪うとしても、乗りまさはもう帰ろう、無理だ。お前には無理だ。で、この部隊は北に行って海陸も行くか。城攻めに有効ぞ。城を攻める。郡上八幡の太田助政は腰病老がもうないので、援軍として行高をつけましょう。次はどのように。城攻めに有効ぞ。じゃあもうそろそろ他の拠点からも武将出しますか。ご命令は。朝日奈隊はここから。あの城をいただきに行こうか。じゃあ宇治安もつけましょう。ここ城攻めと行くぞ。早川殿と結婚したってことは、宇治安ってじゃあパパ。二人目のパパ。では始めようか。何、そんな大規模に徴兵したら、海陸も城人であふれ返りますよね。動揺している。
ババさんがいる。動揺してみんなもう震え上がっているから、これ土砂崩れ起きるんじゃないのか。人も多いし心配だな。我らで城を奪いに参る。工場戦いきますか。この城を攻め落とすぞ。よし、じゃあ攻め落としましょう。申し上げます。ダメ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 、ここは戦おうぜ。どう采配する。ついに武田信玄との戦いぞ。ちゃんと父上もいますよね。お、千代ちゃん、千代ちゃんがいるんだ。我らならば、あれ、五部隊だったらこれ加わってないよね。あれ、父上がいない。あれか、海陸部の方に向けてしまっていたのか。なるほど、父上残念だったな。親子を直接対決にはならず。ここでこのでね、島左近の話に戻ると、次はあの国替えとかでね、あのシャッフルしていって、で九州も絡んでないから、例えば島津領の一部で筒井家にチェンジして、当主を島左近にしてどんどん北上していく。60年ぐらいスタートにしたら松倉右近とかもいるでしょうし、内死にが40年だから少なくとも40年以上は当主として使えるか。いや、それやってみたいな。大昔に島左近でプレイしてくださいっていうリクエストもあったような気がする。素晴らしい。おや、信玄すまんな。お主との戦いに集中せねばな。このまま押し切れましょう。あ、友貞、あ、そっち行っているのか。千代ちゃんは倒した。街道一の弓取りが呼び、飾りとでも思うと。さあ、進軍、この辺落として。でもここに武将がいるんですよ。岡部行け。すごい名前だな。ただ三八郎。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。でこっちは破壊。信玄どこにいるんだ。このまま押し切れましょう。氏真と一緒にいて、氏真こっちの門攻めよう。で竹藩はこう言って、ここ動くべき時は今ぞ。敵を打ち破ったぞ。でこっちの施設は上杉で十分だから、吉本さんも縄文攻撃。敵を攻撃する。信玄は下がった。この前に立ち塞がる者らよ、抱け散れい。今我が戦法を見せてやろうぞ。信玄さん動かないですね。城門の方行った方がいいですよ。小畑もいる。お、岡部が乗り込んでいくか。10面埋伏、今孔明が策、どこまで見抜けますかな。陣が乱れては戦えぬわ。岡部が信玄とぶつかろうとしている。ん、あ、先方発動。あ、来ましたね。風林火山、我が手で攻め潰してくれるわ。攻撃上昇、体力回復ぐらいか。我が軍略の前に敵はなし。ここで、まあでも体力回復だから作戦継続能力は上がるのか。素晴らしい。氏真ならば戦ってみるか。武田信玄とこちらも動こう。進路変更でしょうか。攻め立てよう。これは耐えられまい。街道一の弓取りが呼ぶ、飾りとでも思うと。進軍を始め。
いや多分もう出番ないと思うなそんなルート通っていたら。壊滅セリ、本拠地どこ変えるかな。もう一回城攻めしたいぐらいだわ。上守備の戦働きであったぞ。いやコメントであったんですが、要守備じゃなくて上守備か。なるほどね。意味は絶対上守備で間違いないと思うんですが、要守備で聞き慣れている分なんか耳がそっちに慣れてしまう。どこか落ちましたね。怪力も落ちたか。そんなことが何だと。義はあるかな自信ないな。落ちたか。縄についていただこう。え、一人。我が心は変えられぬ。よろしいでしょうか。え、まあそんな味方にしたいかな。いや太閤理事典の方ではあなたはもう鉄砲の名手に育て上げましたが、まあ何機能したいのそんなところ。まあ行きたいんだったらいいよ。忠誠もこれで上昇する。妨害の喜びぞ。そうですね。まあでも他の部隊で言うと、うん、怪力も落ちちゃったからこの辺の部隊、あ本当だ、信虎いる。え、じゃあ本拠地って、あ、そんなところっすか。ねえ、なんかちゃんと決着つけたいな。次はどのように聞こう。でここら辺の部隊は北上して富山。敵はよく城を奪おうぞ。友貞ご苦労。おお、キラ近さだ。なぜいる。お使いいたそう。長宗我部滅んで即こっちに行ったってこと。お使いいたそう。そうか、この辺の畿内も制しているから織田家の武将も士官で加わってくる。お、春元。嬉しきことよ。お、なんちゃら片付きゲット。我が主のため力を尽くす。恩情を使わず。五六、誰か知っているのか。力を尽くしましょうぞ。やっぱこの辺、やっぱ日高この辺になるよね。音楽東洋とかなんかね、東洋系って。富山城攻めてったらね、まあ氏真たちにね、任せていたんですよ。あの、実況だって、あの武田との最終決戦である林城からで取ったらいいかなって思って、まあ、のんびり眺めてたら、氏真が敗れましてね。氏真のもとにつけていた前田啓二がおそらくはしんがりとなったんでしょうね。討ち死にいたしました。氏真、あいつやらかしよったな。左めちゃくちゃ出ているし労力ないんですよ。氏真もう敗れたから出れないですよね。もう3ヶ月の謹慎。ちっきょちっきょ、あいつやりやがったな。じゃあ別の人をつける。能力の上昇にほら1個空いちゃったし、誰つけようか。強い武将がいいな。じゃあ柳生宗悦とかつけて、あのちょっと剣術とかでね教育してもらおう。ダメダメ、ありがたいの。ああこっちも死者を出してしまった。竹藩は、竹藩ももう引いた方がいいか。なんかちょっと怖くなってきた。舞台破ったものの。戦となる。婦人を始める。城を落としたぞ。富山陥落。いやー惜しい、武将を失いましたが、これで残りは、
あ、もう準備できそうですね、甲状腺の。よしよし。音国東洋で秋の方、岡部お前人脈あったんだな。がございます。いや、こうして待っている間にね、ついに A6 の変が起きまして、ちょっと1年早いかな。A6 の変が起きて、なんか、三好さん動こうとしているんですよ。だから吉本さんね、急いで帰って、まあ、迎撃するんだったら、迎え撃つよ。相手も勝算があって攻め込んでくるかとは思いますがね、もうだったらやってやるよ。まあ、その前にね、増山城孤立しているんで、ここは部下たちに任せて攻撃させております。ちょっと怖いな、引かせようか。この辺の太田さんとか、あとは朝比奈康友とか引かせて、まあ、あと2部隊いれば落ちるか。んで、伊達家の方が長尾に対して攻撃を開始。んで、里見さんも太田城を攻撃開始しております。心得申した。三好動いてくるのかな？この今川に攻め込もうとするとかね。あれ、義継になっているんだ。ってことはもう、A6 の変が起きたってことはもちろん三好長慶ももう死んでいるってことでしょうね。あ、まっちゃん、そんなところに。小気味よいわ。果たして来るのかな。あら、随分南蛮にすり寄っていますね。甲状腺かか。母上どうですか。十分ね。あ、三部隊もいるしな。いや、実は南から御詰めを、氏真を送り込んでいたんだがな。ごめんね、ください。みな、まあ、おめえ返上とはいかんか。だったら、この部隊で、行きましょうか。部隊詳細で、もちろん、今回は信虎をちゃんと加えております。あとは、氏康と、母上。この三部隊。相手は8部隊もいるが、果たして10分の1の兵力でどれだけ耐えられるか。母上、任せましたぞ。お聞き入れを。ふむふむ。一番の猛者。じゃあ、おぶさん倒しての。でもおぶさん北側にいるぞ。おなごと侮るでない。我が部を見せてくれ。武田信繁とか秋山さんとかみんな前に偏って集まってくるが、肝心の倒さないといけない相手は後方にいる。さあ、大部隊で押しつぶせ。敵は分散している。槍を構えよ、前に出るぞ。信虎さん、父上はやる気があるな。となれば父上と母上で夫婦か。ご命令はいかに。うじゃす。進もうぜ。兵力はあるけど。戦というものを教えてやるわい。お、捕獲。早いところこの辺の戦決着つけて攻め込もうとしている三好さんで迎撃しないと。あ、来た来た。次はどのように。虜となっていただく。秋山捕らえたり。ご命令を。軍を動かす。続け。これとどまったまんまで倒せれるかな。今が好機ですぞ。相模の獅子が行くぞ。ただ我の向かうところのみを見よ。わしの軍略、今ここで A6 の変が1年ぐらい早くになって、ま、結果的に三好領がでかくなったのか。どっちかというと天子の牽制してほしかったのに我々の方に向かってくるのか。我が軍略にてこの父上ちょっときつそうですね。敵を退けるぞ。
武田相手だったら本気になるんじゃないのか。何か手を打たねば。二人ぐらい高齢者なんだよな。しょうがないな。じゃあ父上引きますか。これだとなかなかダメージが与えられない。行くぞ。足を動かせ。お父上下がれない。命令を下され。下がる気はない。あ、そんなことはなかった。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。父上下がれないでいるのかな。よし、おげち。まあ、本当はね、信玄と直接対決と行きたかったところであっても、案外で我々兵力1万は減ったんですよ。あとは葬式。相模の獅子が行くぞ。ただ我の向かうところのみを見よ。あら、母上ももう破れそうだ。運を動かす。続け。あれ、何気に劣勢。いや、そんなことはないはずだ。無事安の部隊がいる。赤い葬式はどう。まだ届かず。ならばここを行くしかない。縄文。次はどのように。一旦母上は回復。今こそ披露してくれようぞ。あとはどんどん部隊を破って650以上か。オブトラマサ捕らえたい。敵将を撃ち取る。あら、ババさんも討ち死に。武田四名神の二人が死んだ。敵を叩くぞ。母上もなんか縄文近づいているから食らっているんですよ。今が好機ですぞ。今度は内藤隊か。今こそ我が戦法により。混乱不要だとやるな。何をすれば。ならば母上攻め立てるぞ。もう武田四名神全員と戦えるとは。母上、夫としては心配でしょうね。ちょっと内藤さんに触れて下がっていく。将を捕らえたわい。よし、捕らえたわい。結局葬式が低いから達成できていないんですよ。いざ、我が部を勝つより4人で騎馬突撃。信玄の元を離れて城行けってなったのかな。それは頂上。でもその消耗。ここで捕まったな。今ここで使うべきものよ。結果として信玄と戦うことになるか。ではその役目、父上。もう多分行ったら速攻で戦法を受けることになるだろうけれども。ここが主らの七夕。我が武略に恐れおののけ。体力回復はまあ関係ないにしてもどうですかな。ここで真の親子対決ですよ。まあ負けそうだな。相模の獅子が行くぞ。母上やられたし、父上もやられて、なんかだんだんややこしくなってきた。いいよいいよ、玉砕まで様子見しているよ。どこまで戦えるか。父上が破れる。まことか。まことかって、あんた見ていただけだからな。じゃあとどめを刺すのは北条氏康。分が悪いですぞ。まあ、なかなか食らいますね。まあ、体力的には大丈夫か。よしよし、なんか打ち死にが続いているから信玄死ぬかなっていう心配もあるんですが、倒しました。あとは三好か。皆の者喜べ、我らの勝ちぞ。母上引いていきましたが、まあ無事逃げれたってことですね。信虎めちゃくちゃ活躍したな。我が武名、どこまでも響け。
たることぞ。そう思うんだったら攻めようとするな。この城、宇治康が落としたり。武田滅亡。観念せよ。観念せよ。信長はいないな。よかろう。お手並み拝見だな。よ、吉野。マガラムか。なんと、首を取らぬのか。後進統一。父上満足した？あとはこっちか。城攻め、うまくいったわい。あら、兵力6400もいるのに、撃って出てこなかったのか。あ、宇佐美さん。お主には使えられぬ。説得しようよ。後で食いても遅いぞ。あ、よしきを来るのか。なるほどね。でもあなたの息子は断って国元というか長尾の方に帰っていったんですよ。まあ、確かにあんたの給料は取り返したと言っても過言ではないが。精神誠意お使いします。商品略奪許さん。新旧あ侍大将かちょっともったいないな。じゃあ角熊関曽。心得まして。音楽東洋で加えたし、大友総理もあの亀山の方に置いたんですよ。風魔さんちょっとね、あの上司としては心もとないところもあったんで、まあ、下げての大友義重を上司にしました。だったら角熊さんもこっち置いてもいいかな。長尾はダメそうだったらこっちがとどめを刺してもいいですし、太田の方は現在向かっているところか。なるほど、三好がどう動くかは分かりませんが、今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。